相手になってやるよ。おい、そこだ。はい、そこです。これで。入れ食いじゃねえか。
残念だが、そこはもう外れだな。よう、シバルさ、また会ったな。せっかくここまで来てくれたのに、無駄足を踏ませちまったみたいだが。あっちを見てみな。ああ、この霊窟の奥にあった総国の場、竜の霊場、その悪空間だけが昨日のうちに引っ越ししちまったようでな。アルベリヒから警告されてたから前回様子を確かめに来たんだが、まさかあの因縁の地に引き寄せられちまうことになるとはな。で、あれがダメ押しってわけだ。どうやら成功のようね。また会ったね、リン君に、トワたちも。ふん、こんなに早い再会とは思わなかったが。結社より国士戦役として RF の実験に使わされました。あくまで今回限りの任務ですわ。ええ、あの人、いえ、クライアントの要請で急遽仕上げた魔導障壁発生機ね。結社のマリアベルさんからの技術も導入されているわ。は、魔導科学とやらの組み込みも面倒だったが、うまくいったようだ。総国を早めに前倒しされるのはアルベリヒも避けたいらしくてな。退屈だが、 X デイ直前までは俺も引きこもらせてもらうことになる。早めに喧嘩を始めたけりゃ頑張って乗り越えてくるんだな。こちらの艦に乗り込むつもりなら好きになさい。ただし相応の防衛体制が敷かれているから注意するのね。視線の領域踏み入れるならお覚悟。僕も戦術核と共に相手をさせてもらおう。もはや容赦はしない。覚悟だけはしておくことだ。ふん、私はあくまでゲストとして高みの見物をさせてもらうつもりだ。商用祭の最終テストを超えたお前たちに何ができるか楽しみにさせてもらう。
の音は。来たわね。あれは赤き翼。本当に後継官が現れたのか。テレジア、迎え撃つわよ。エミリできる限り回避に専念したまえ。トア君、見つけられそうかい？ありました。戦争エリアに死角です。お待たせ、リン君。送った座標に飛んで。了解しました。行くぞ、バリマール。エマ、ミューゼも頼む。精霊の道、起動。
私の番。ヒュヒュハ。ええ、チャンスよ。さあみんなで決めるわよ。分かった、任せたまえ。ハッ、最高だ。行くぞ。せい、崩れた。もらった。いつもありがとうな、ハリサ。あなたのためだもの、当然よ。やったわ。やりました。よし、やったわ。成長しちゃいました。ファンタグリュエルと同じ作りの戦争、確かベースは同型艦でしたね。ええ、火力と装甲はガルガンチュア、速度と機動性はファンタグリュエルみたい。